じゃあな、正しき社会への供物。黙れ、黙っ。何を言ったってお前は兄を傷つけた犯罪者だ。死柄木の持っていた写真の体を動かせない。切りつけられてから、おそらく奴の個性。仲間が助けに来た。いいセリフじゃないか。だが俺はこいつを殺す義務がある。ぶつかり合えば当然弱い方が淘汰されるわけだが、さあどうする。余計なお世話はヒーローの本質なんだって。一気に懐に。長者に対し間合いを詰める、いい判断だ。ダメだ、切りつけられたら。そんで消えた。いや、さあ気づかないほどのかすり傷で動けなくなるのか。くそ、やめろ。やめろ。次から次へと。今日はよく邪魔が入る。